ここに来た人には新しい職場を見つけて社会に復帰してもらって。罪名は何ですか？元受刑者の方をご紹介することになるんだけど、はい、殺人はダメだよとか薬物はダメとか。強盗致傷罪です。女子小学生に性的ないたずらをしました。社会貢献をさせていただいているつもりでございます。犯罪予備軍を囲ってるようなもんでしょそれ。僕の罪名はひき逃げで。いきなり飛び出したんですか？受けられないでしょそれ。俺の前に一台いたらそいつがやってましたよ。ちゃんと話してほしくて何度も面会行きましたよね。彼は再犯しないでしょうか？禁じられないんですよね。どうしてもドラマセラピーというものを取り入れて舞台を作りたいと思っています。過去の罪の体験を私がフィクション化した台本です。いい人間になりたいって思ってる。加害者は更生しようとしてそれを支援してくれって私は許せません。だけどこの人たちだってまだ何十年も人生あるんです。はい、では高橋ひろゆきのシネマ館配信、今日も素晴らしい映画監督とお話しさせていただきます。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、映画作家やっております船橋敦史と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、はい、前回はリアルでインタビューさせていただきましたけど今回はリモートということで。すいません、すいません、東京から大阪に行きたかったのですけど時間がね お互いに合わずに申し訳ないです。大阪来られても私が今度行けないんでリモートの方が ありがたいでございますけど、はい、もう東京では公開になってましてね、いろんな、話題を振りまいておりますけども、新作ある、ある職場からの次の新作ですね、過去を追うものですけども、簡単にあらすじの方をお願いいたします。はい、元受刑者の更生と、はい、その更生を支える人々を描いた、はい、作品でして、はい、チェンジっていうタイトルの、はい、就労支援をやっている就職情報誌が ありまして、それは出所者だけにフォーカスした、はい、就職情報誌で、はい、いろいろな出所者、元受刑者が出てくるんですが、うん、はい、その人たちが仕事を得て新しい暮らしを始める、うん、その過程のいろいろな葛藤があるんですけど、はい、そこで一番難しい問題として立ち上がってくるのが社会からの偏見、うん、差別の壁ですね、はいはい、それをがだんだん浮き上がってきて、うん、それを支えて支援をする人々もいるんですけれども、はい、その人々と乗り越えながら、はい、乗り越えようとしつつも、うん、なかなか、そう全てがうまくいかないという物語でして、うん、その過程で元受刑者の、まあ、共通した問題であると言えると思うんですけれども、うん、コミュニケーションの問題、はい、ですね、それをなんとかしたいと思いで、うん、支援する側がドラマセラピーという、うん、アメリカで、よく元受刑者専門にやられている心理療法があるんですけれども、はい、それを日本に、まあ、これフィクションなので、うん、劇映画なんですね、はい、そのアメリカでよくやられている心理療法をみんなでやって演劇をやるというのが、はいはい、映画の後半で描かれていくんですけれども、はい、その過程で、演劇をいろんな観客の方に、うん、お呼びして見ていただくという発表会をやるんですけれども、はいはい、そこで、皆さんに温かく迎え入れられるんじゃないかと思いきや、うんうん、はい、っていうところね、そうはうまくいかないという、うん、なぜなんでしょうかと、はい、いうようなのが映画ですね。はい、そうですね。これだから日本文ぐらいというか、その舞台行くまでの話、はいはい、そして、まあ、受刑者のバックボーンの話があって、ではい、後半戦、そのね、舞台のところでまた一つ大きな核があって、はい、そこが思ってたの意外な展開で、ちょっとびっくりしましたけどね。はい、はい、そうですね。なんかこれ、ちょっとフランス映画でそういうのがあって、
それは最後もめっちゃあの頑張ったよっていう感じのハッピーエンドのね映画がありましたけども、はい、まあ、お国柄の違いも多分あるであろうし、いろんな条件が違うんですけどね、今回は最後ずっと来ましたね、どっしり来ましたね。あ、そうですか。はい、でまだあの監督の撮り方ですね、ドキュメンタリーとドラマの手法ですよね。そうですね、うん、ドキュフィクションっていうふうにあの言わせていただいてるんですけども、はい、あのどれだけこうリアルに、うん、現実の問題を描いていけるかと、ドキュメンタリーで撮ろうかというふうなことをいくつか、うん、何回かトライしてて、はい、なかなかうまいこといかずに、はい、その結果編み出した手法なんですけれども、はいはい、前回のある職場の時にあのセクシャルハラスメントの実際の次元を、うん、描こうとして、はい、実際の当事者、被害者、加害者の方、周りの方々に、取材はさせていただいたけれども、うん、カメラを回すことができない、はいはい、名前が出せない、うん、顔が出せない、はい、おかしいお菓子を入れなきゃいけないとか、はい、そういう問題があって、ただ、うん、その情報だけ、そのネタだけはあのフィクションとしてだったら使ってほしいっていうことだったので、はい、うん、実際の事件に基づいた、うん、再演のような形、はい、再現のような形で、はい、ドキュフィクションっていうのをやったんですが、はい、今回も、はい、元受刑者の社会復帰っていうことで、うん、いろんな方に話を聞かせていただいて、はい、またもや顔は出せない、名前は出せないという壁にぶつかって、うん、はい、でただ、お話はフィクションとして使ってもらってもいいということをおっしゃっていただいたので、うん、はい、ドキュフィクションと、なるほど、また取材に基づいて台本を持って構成して、うん、それで今回、前回の役者がまあ3分の2は参加してくれて、はい、また新しい方々も一緒になって、はい、1年と3ヶ月、はい、撮影にかけて、うん、5回に分けて撮影やったのかな、はい、でみんなで、その元に取材した、うん、元受刑者の話やそれを支援する人々の話に基づいて台本を構成したんですけど、はい、それに基づいて、ちょっと時間かけながら撮ってたということですね、うん、はい、だからこれの出演者イコール共同脚本ってね、はい、いう扱いだから、またそうなんですよ、現場へ現場っていうかあまり決まった台本がないっていうか、そういう撮影の、ね、やり方ですね、前作と一緒でね。そうなんです、はい、台本がほぼないんですよね、うん、箱書きって言ったらいいんでしょうか、はいはい、全体の構成がここに来てあそこに行ってこういうシーンがあってっていうざっくりとした、はい、組み立てはあるんですけれども、うんうんうん、そこでそれぞれの人がどんなセリフを吐くかっていうのは、うん、決まってないと、そうですね、それぞれのキャラクターに基づいて話してもらうっていうことで、うん、一人一人の俳優の役作りがとても重要になるアプローチなんですけれども、はいはい、うん、前回の役者さんたちともやったような形で、うん、話し合いの中で、はい、自分たちが見つけてきた役を追求していって、うん、はい、それを即興で演じていくと、うん、それを僕がカメラやってるんですけれども、ドキュメンタリーのように撮っていくっていう、はい、どうやって撮ってるんだろうっていう質問はいろいろ聞かれるんですけれども、はいはい、ちょっとその台本があってセリフが決まっている映画の、うん、演じるのを見てるとこう予定調和になってしまうっていうのが、はい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 、作り手としてずっと長年課題だなと思ってて、うん、はいはい、その予定調和を崩したいと、うん、一瞬一瞬俳優が演じてるのをライブで見たいと、うん、はいはい、でそのライブってどうやったらいいんだろうと、うん、なるほど、それはまさしく本人が考えて喋ってたら絶対ライブになると、うん、そうですね、セリフが決まってなかったらライブになると思って、うん、もうセリフは俳優に考えてもらう、うん、一瞬一瞬彼らも頭を使ってどうやって動いていいのか、どうやって喋っていいのか、何を喋ればいいのかってことを考えてもらいながら、それをドキュメントするという手法が今回の映画なんです ね、うん、そうですね、だから相手が結局何を言うかっていうのも分からないしですよね、だからそういう相手がどういう行動をとる、まあ、ましては表情も、ね、そういうの分からないから、こうそこは我々聞いてて自然体ですよね、そうなんです、だからもう現実味があるやろうし、まあ、実際問題そういう会話になった時に、現実ではそういう言葉が出るのかどうなのかっていうのは分かりませんけど、でもその映画の中で言うと自然的ですよね、うん、もう本当にね、うんうん、そうですね、
だからたまに何を最初は俳優さんもその1年3ヶ月5回に分けて撮影したんですけど、はい、3ヶ月に1回ぐらい撮影 が来るんですけどね、うん、その度に、何を言っていいか分からないみたいな形はあったんですけど、うんうんうん、それは与えられると思ってるからであって、うんうん、何を言っていいかじゃなくて何を言おうかっていうのことを自分の力で考えるということで、うんうんうん、いろんな資料を用意して、はいはい、自分で読み込んで自分の役だったらどういう生き方をしていて、うん、どういう考え方をしているのかということを自分で作り上げていってほしいということで、うんうん、俳優さんたちへの、こう宿題っていうかねやっていただいたことはものすごい、作業量だと思ってます。だからこそ、うん、だからこそ本人たちがよく言われるんですけど、うん、なんか言いよどんでたり、うん、つまずいたり同じこと2回言ったりっていうのがたくさんこの映画であるんですけど、はいはい、それが本当にリアルだとおっしゃっていただくんですけど、うん、それは逆に、ね、まさにそうで本人たちも本当に必死で考えてるから本当に、うん、その瞬間瞬間出てきた言葉なんですよね。なるほどね、なるほどね。まあ皆さんねやっぱりまあ役作りのためにいろいろリサーチはねされてると思うんですけどね。でもだからその演じる側もその登場人物役となんか複数構造みたいに、ね、なってる展開もあるし、うん、こう見ていてちょっと嫌になるシーンもありましたよね。うん、現実味がありすぎて、はい、ちょっと今入るのこうえげつないなという表現っていうかあって、うんうんうんね、まあこれも、うんうん、どうぞどうぞ。これもだから題材的にすごい難しいテーマであるし、はい、どうですか、そのこういう行動も理解しないといけないんですけども、やっぱり接してない人からすると理解できない部分もありますよね、うんうん、だからやっぱり受刑者っていう色眼鏡で見てしまうところはあるかもしれませんよね、うんうんうん、この映画ので大切なところは、はい、それが、他人事だと、うん、自分は関係ないとすることが実は社会にとっていいことなんでしょうかってことを。なるほどね。うん、はいはいはい。うん、再犯者率 50% って日本あるんですけど、うんうん、刑務所から出てきた人が、うん、再び犯罪を犯してしまう率なんですけど、うんうん、2人に1人ですよ。はいはい。高くないですか？高いですね。うん、で、実際、世界的にもすごい高いんですよね。うん、で、北欧とか、ヨーロッパの、うん、やはり教育システムというか更生システムがしっかりしているところっていうのは、うん、再犯者率が 20% から 30% なんですよ、はい、で世界最悪はアメリカで 65% から 70% なんですけど、うん、はい、つまり日本はどちらかというとアメリカ寄りで、なるほど、ね、どん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 こうやはり荒々しい社会でもう悪いことしたやつは、うん、刑務所に放り込んどけと、はいはい、監獄に放り込んどけっていう、うん、明治以来に監獄法って法律があって、はい、つい最近改正されたばかりなんですけど、はい、やはり刑務所の現場では、うん、悪いやつは懲らしめるために閉じ込めどけという、うん、はい、考え方が基本なんですよね、うん、だけど再犯者率が低い国では、はい、刑務所っていうのは罰を与えるところじゃなくて、うん、教育をする場所なんです、ね、はいはい、なるね、社会に再びフィットするためっていう、はいはい、社会に戻ってくるんですよね、その人たち、はい、けど、はい、日本はその社会に戻ってくるってことは全く考えてないですよね、うん、放り込んどくだけっていう、うん、でその出てきた人に対しては前科っていう前科持ちということで、うん、はいはい、履歴書に書かせるんですけどね、はい、その過去は一生背負っていきなさいっていう形なんですが、うんうん、これって世界的に言って珍しいんですよ。なるほどね、うん、過去は全て背負ってくださいじゃなくて、うんうん、あなたがやり直したいんであればやり直せるんですっていう社会が、うん、世界の大本流で、はいはい、再犯者率の低い北欧を中心に、うん、そこはも本当に先進的なところは、うん、過去は背負わないんです。なるほどね。前科はリセットできるんです、刑務所のこと、うんうんうん、で。日本はそのリセットっていうのができないんですよね、一生。うん、なるほどね。ここはもうまさしく寛容、不寛容の問題で、日本はとても不寛容な社会で、うん、自己責任で、うん、自分がやったことは
一生を背負っていきなさいと、うん、で そんな社会だと一旦失敗した人はずっと失敗するというか日陰を歩かなければいけないというようなことで、うん、それで果たしていいんでしょうかと、うん、いうことです、ね、だからまあその 50% っていうのがありますけど、それはまあ本人たちの問題もあるやろうけども、せめて 25% ぐらいはねなるっていうか、うん、あの単純に考えるとね、うん、あの、うん、過去がそうやったから仕方がないなっていうのもあるけど、でも結局その戻ってきた時の現在ですね、現在のその周りの社会の扱い方によって再発してしまうというねことが、そうですね、まあ、この作品の中にも描かれてましたよね、うん、そうですね、だから住むところが、うん、取得できない、なぜなら前科っていうのを書いてるから、うん、アパートが借りれない、うん、不動産が借りれない、うん、それで仕事も前科って書いてるから、うん、ゲットできないと、うん、じゃあもう住むところがなくて仕事がなかったら、うん、ね、お金も入ってこないですし、はい、そしたらせっかく刑務所から出てきたのに再び、うん、社会の隅に追いやられるわけですよ、うんね、そうなるともう犯罪しないと生きていけなくなってしまう、うん、なるほどね、そうだよね、うん、その社会の厳しさっていうのをちょっと描きたいなと思います、うん、そうですね、だからこれはまあそのそういう本人たちの問題、そして周りの問題、いろんな全てをね、はい、描いてますね、はい、どっかに偏ることではなくてね、はいはい、うん、だからあのその編集チーム応援はしてるけどもっていうところもあるし、はい、あのそうですね、自分たちの気持ちもあるし、社会に対してのすごい反発も描かれてたしと思いましたね、はい、そうですね、はい、でまあ舞台の後のアフタートークっていうところももう全てがちょっと分かりますよね、でもね、うん、うん、まあ、もうこう落ち着けがた言うたらあれなんですけど、はい、全て受け入れないといけないんやろなっていうのがありました ね、 そうですね、うん、だからやっぱり自分のことかなと思ってドキッてする瞬間があると思うんですけど、うんうんうん、なかったですか？ありましたね、だから言われる方の身としてもあるし言う方の身としてもあったっていうね、うん、だ今までそういう発言もしてきたやろうし、その発言も受けてきたなっていう場面はありましたよね、うん、だからそれがどっちかによるっていうのはないですね、うんうん、だからどうしてもこう、うん、ぐさっとくるね、うん、自分がぐさっとくる瞬間があると思う、うん、誰しもがいや、うん、全部自分に当てはまらないっていう人は結構少ないと思ってて、うん、少ないですね、うん、自分はこれは関係ないと思ってたらある時、うん、えっと思う瞬間があるという映画だと思っていただけたらと思います、うん、そうだね、あのすごくだから余韻が残って、あのそれ、はい、終わってからまでちょっと考えさせられる、はい、作品でしたね、あの、うん、こう手も叩けないし、だよ、ぐっと持ち込めないけど、すごい考えさせられた、はい、終わりですね。何日かこう考えてますっていう人結構多いですね、この映画見た後ですね、うん。でもなんか解決ができないというところもまたちょっといじらしいところがありますけどね。うんうんうん、はい、でもまあこれは見た。あの中でいろんなことを考えるきっかけになればね、いいですよね。そうですね。ね、そうですね、あの監督側からも、そのためにですね。そのために作ったような映画です。だから別に監督からもこれが丸とか×とかっていう押し付けもね、そんなにないし、はい、うん、本来はそう考えるべきですっていうテーマ投げというか、ね、そういう、うん、もう前作もそうでしたけどね、あの結局背けてはいけないっていうところをに挑戦してるっていうね作品ですよね。そうですね、はい、あのなかなか大きなメジャーの映画の枠でできないようなトピックだと思うので、うんうん、でまたあの役者さんがやったりとか、はい、有名な方がやったりとかすると、うん、この人にいい感情移入をして、うん、この人がいい人なんだから、あの負けるはずがないとかダメにはなるはずはないっていうようなそういうことで、あの、うん、物語をあの一つの方向に向けていこうっていうのがちょっとこの題材は違うかなと思いまして、あのなので あえてこういう、そのもう役をやるっていうことだけに集中したいと思ってあの言ってくれてる俳優の皆さん、 そこまで皆さん有名じゃないんですけど、このみんなと一緒にあのキャラクターを積み上げていくことが、うん、あの
このタイプの映画に向いてるんじゃないかなと思ってやったんですよね。はい、今後もこの手法は監督としてやっぱりもうオリジナルとして続くんですね。うんうん、このテーマで、うん、やりたいテーマは 2,3 個あるんで、それはやろうと思ってるんですけど、うん、次それをやるかっていうのはちょっと難しくて、タイミングでうまいこといけたらやりたいと思ってます。うん、そうですね。でもやっぱり、でもこれはやっぱり、村瀬監督のオリジナルとして、この撮り方は、やめないで続けてほしいですね。日本日本は、日本日本はやっぱりちょっと、ね、金太郎飴的やって思う方いらっしゃるかもしれんけど、でもそれはそれで大事だと思うんですよね。うん、はい、ありがとうございます。ます。はい、では最後になりますけども、またメッセージをお願いいたします。はい、セクシャルハラスメントが起きた、はい、現場についての映画を前回撮ったんですが、うん、はい、今回は自己責任社会の息苦しさについて、はい、アプローチしてみました。はい、皆さん日々それを感じていらっしゃる方は、それのこう最たるものとして今回は、はい、一旦過去を背負ってもらってしまった人、一旦、はい、社会的に見てアウトとする、うん、言われることをやってしまった人がどうやってその後の人生を立て直していくのか、もしくは立て直せないのかというようなことを描いていった映画です。うん、はい、これどっかでその自己責任社会っていうのが絡んでくるんです。皆さんが、うん、あっと胸に手を当てて、はい、思ってしまうような瞬間にがたくさん散りばめられている映画で、はい、よろしかったら見ていただきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。本当にね、いろいろ考えたり、いろんな方と語りたくなる。そして今ちょっと世間を探している問題にもちょっと似てるところも考え方としてはあるのかなと思いながら拝見もできましたんでね、はい、その皆さん劇場の方にぜひとも足を運んで、汲み取っていただきたいと思います。はい、はい、微力ですけども応援させていただきます。本日は忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。